火山は北海道中央部にそびえる火山群の名称である。一つの山ではないことを明確にするため、大雪山系という呼称もしばしば使われる。大雪山系と言われる場合、抗義には表大雪、北大雪、東大雪、十勝岳連峰を包含する大雪山国立公園の南北 63km、東西 59km と広大な広さとなる。 大雪山は本来、現在、氷大雪と呼ばれている、お八平カルデラを中心としたエリアを指す故障であり、大雪山系が、そのように使われることもある。先住民アイヌは、ヌタップカウシペ、ヌタップカウシュペナタップカースペ、川が巡る上の山もしくはトカチダケ連邦と合わせて、オプタテシケアップティエーテスケと呼んでいた。国の特別天然記念物。 天然保護区域及び国指定大雪山長寿保護区、大規模生息地、面積35,534ヘクタールに指定されている。競技の大雪山は、朝日岳連邦すなわち、以下の山などからなる石狩川と中別川の上流部に挟まれた山海を指す。氷大雪と呼んだ場合、これらだけでなく、戸村牛山周辺の大雪の奥座敷と呼ばれる山々も含む、 お八平の底部には有毒温泉と呼ばれる温泉が湧いており、温泉と共に強力な毒性を持つ硫化水素ガスが噴出しているため立ち入り禁止となっている。お八平の北側の稜線から少し下ったところ、登山道に沿った渓谷の脇にも高温の湯が湧いている。ここは入湯可能で中岳温泉と呼ばれて最近の人をブームで訪れる人が増えている。 やや南東にある以下の山群を東大雪と呼ぶ。昔は裏大雪とも呼ばれていた。石狩川を挟んで北にある西川出平山1883メートルなどの山々を北大雪と呼ぶ。大雪山は高山植物の宝庫である。北海道にあるため日本アルプスより1000メートル低い標高1.700メートルで高山地帯の花畑となる。 大雪山は、この高度領域が非常に広く、また山々が、なだらかに広がっているため、日本最大の高山帯を形成している。地理的にもカムチャツカ、シベリア、日本の本州からの合流点となっているほか、温帯、寒帯の狭間でもあり、小泉武氏緑岳の山岳永久凍土と呼ばれる、永久凍土や多くの周氷河地形が残ることから、高山植物の種類も豊富である。 その地理や気候風土から日本国内では最も早く紅葉を見ることができ、9月から浦島つつじやチングルマなどの紅葉を楽しむことができる。また、例年9月中旬には初雪を観測する。大雪山系にはやや南にある戸村牛山、2141メートル、中別岳1963メートルも含める。この付近には 神遊びの沼と言われる場所がある。ここで言う、神とは、アイヌ語でキムンカムイ、山の神、つまりヒグマのことであり、ヒグマが多数出現する場所である。大雪山系の土台となっている、基板岩は、海抜千メートルに達している。その上に、更新予初期に、多量の火砕流が噴出した後、現在の地形を形作る、火山活動が始まった。 まず流動性の高い厚い溶岩流が噴出し、南部の高根が、原や北西部の沼の平らなどの広い高原が形成された。その後の噴火では流動性の少ない溶岩に移行し、北賃岳、黒岳、白雲岳などの溶岩延長級ができた。3万年前に大雪山の中心部で大きな噴火があり、大量の火砕流が東側に流出して、大地を形成した。 この大地を石狩川が浸食してできたのが、総雲橋で、両岸の中上雪理はこの時に堆積した、溶血業海岸である。約3万8000年前にお八イラカルデラが形成された。1万年前から西部で繰り返し噴火が起こり、清掃火山の朝日岳ができた。朝日岳は、約5600年前に、山体の一部が崩壊する噴火が起こって、 現在見られる山陽となった。朝日岳は現在も盛んな噴気活動を行っている写真参照。最新の水蒸気噴火は約250年前以降である。大雪山の名を初めて表した書物は1899年、明治32年の日本名称地市とされる。この書では大雪山と振りがながあった。命名者は 小説家の松原二十三街道岩五郎とされる。1912年明治45年発行の帝国地名辞典には大雪山の見出しで掲載されている。国土地理院では大雪山の呼び名を採用しており、5万分の1地形図の名称は大雪山となっている。旭川市から波尻市へと至る国道39号の通称は、 大雪国道であり、同市内にある公共施設の名称は、旭川大雪アリーナや旭川市、大雪クリスタルホール、旭川市大雪、クリスタルホールであるほか、上川町の総運橋温泉には、ホテル大雪という名称の大型温泉ホテルがある。また、札幌駅、旭川駅やわ駅間を結ぶ国鉄、JR 北海道の急行列車、特急列車の愛称名も、 大切となっている。一方で、1934年、昭和9年に指定された、国立公園ウェイでは、大雪山とされている。大雪山固有の動植物の和名も、大雪をつけるものがほとんどであり、主なものに、大雪鳥株と、大雪高根日陰、大雪おさむし、大雪高根吹きばったなどの例が挙げられる。東亜国内航空では、 所有する YS-11 の機体ごとに日本各地の地名がニックネームとして使用しており、うち JA8759 が大雪の名を冠していた。現地の案内版のローマ字表記も大雪と大雪が入り混じっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。